左大きく振ってきます、うん、海洋が吹き出す、こぼれて福村、もう一度ドカボニフェイスでそらして、オプションが増えましたね。そうですね、チームとしてやっぱり前半うまく、あまり外から見ててあまりうまくいってないなっていう状況の中で、まあ自分が入るってなった時に、まあ、今までやってきたことをちょっとイメージしながら、後ろでは手数かけず前でどんどん時間作っていくっていうのを意識して入りました。個人的には杉谷選手ばらけてますが、中央のボールヘディングシュート、ドカボニフェイス、こぼれたシュート、小池純喜、セットプレー多分3回目結構連続してたんで、まあ、雄平さんがどこら辺に蹴るのかなっていうのはなんとなく分かっててきてて、まあ、そこにうまく相手のマーク外して飛び込めたかなと思います。最初来た時すごい難しいなって感じだし、自分が今までやったことないことが多かったので難しいなと思ってましたけど、まあ、最近、まあ、少しずつですけど、まあ、できること増えてったりして、まあ、だんだんフィットできてるのかなって、か単純に普通にやってて楽しいですね、サッカーっていうのはあります。ちょっと意識することありますね、多少ですけど、まあ、中学3年間お世話になったチームなんで、まあ、あと自分の同期の選手っていうのも今プロでやってるし、まあ、1個下にも大宮でやってる選手っていうのが多いんで、負けないように頑張りたいです。まあ、まだ全然ベルディ来て何も貢献できてないんで、まあ、試合にまず出れるように練習からしっかりやって、出ることになれば全力で、チームを勝たせるために自分のプレーを全力でやりたいです。